相本橋は、富山県黒部市うなずき町を降りたと同し、うなずき町中の口にまたがる、黒部川中流に架かる橋。富山県道13号朝日、うなずき線の一部を形成する。1998年には、日本百名橋に選定されている。かつては、全長61.42メートル幅3.62メートルにも及ぶ羽橋であったため、 山口県岩国市の西木川に架かる近太橋、山梨県大月市の桂川に架かる猿橋と共に、日本三期橋の一つと言われていた。かつて、黒部四十八瀬とも言われ、河道が移動する暴れ川であった黒部川下流部を、避けて敷かれた北陸街道の上海道に架かる橋で、加賀藩五代藩主、前立名乗りが架橋を命じたとされる。後期は、若干三歳にして、 七四代藩主、三鷹が亡くなり五代目藩主となったが、幼少期は三代俊爪が後見人となって江戸屋敷に留まっていた。やがて俊爪も亡くなり、1661年7月の18歳の時に初めて両国入りした時に三勤路の難所である黒部四十八が背を無事に越えて金沢に到着した後、家臣たちを集めて会議を開き、 黒部川下流域の入り前宿がある北陸道の下街道を迂回する山沿いに振動を開いて黒部川に橋を渡して諸人の往来を容易にしようと相談した。家臣たちは領地防衛の要害地に橋を架けることに反対したが後期ただ一人は国の暗記は特質にあり山賀の検査によるべきにあらずと主張してこれを断行したと言われている。橋は 普通の橋としての架橋ができなかったため、貝の猿橋と同じ形式の羽根橋で、橋町33県、幅10尺で架橋されて相本橋と名付けられた。両岸は岩山で上流部を除けば最も川幅が狭く、洪水時には大量の土石と水が集中する。橋脚は一年も持たずに流されてしまうために、橋の中間に建てることが非常に難しく、 川の両岸から大木を突き出す構造であった。旧愛元橋が架けられていた場所に近いところには、幕末の受学者である、大三喜三郎がこの橋を叩たたいた指揮があり、2015年の北陸新幹線開通、黒部うなずき温泉駅開駅を機に、地元黒部市では観光資源とするために、旧愛元橋の復元を検討している。橋は明治になって、 近代的な橋に架け替えられていた。1920年4月に鉄骨製のトラス橋となる。ところが、1969年8月11日の豪雨で相本園庭の建物内に濁流が押し寄せた。相本橋でも増水により濁流は橋を越えて流れ、1969年8月11日14時58分に、宇なず町に橋が流出したとの連絡が入り、 流出が確認された現在の橋は1969年に以前の橋が流出したために掛け替えられた12台目で橋長1 3 0 0 0 0メートル、総福員9 3 0 0メートル、福音8 6メートル、車道幅6 5メートル。流出した橋梁の約6 5メートル下流に橋脚を置かずスパンを飛ばすためニール線道税橋が採用された。元橋は 川田工業により、バスケットハンドル型ニール先導ドゼ橋として三頭橋に、ついで、日本で2番目に仮設された。うなずき友学館内にある、黒部市歴史民俗資料館には、旧相本橋の展示室に位置、2縮尺の羽橋の一部を復元した模型が、展示されており、その歴史や構造などを知ることができる。相本橋の記述が残る、作品等。ありがとうございます。